聖ザカリアスアイラン画は1505年に制作されたイタリアのルネサンスキ・ベネツィア派の画家ジョバンニ・ベッリーニによる絵画であるベネツィアのサンザッカリア教会に所蔵されている本作は1648年に作家圏画家のカルロ・リドルフィによってベネツィアの政治家で外交官ピエトロ・カッペロを記念して依頼された大きな絵画として言及されたリドルフィは ジョバンニ・ベッリーニによる最も美しく繊細な作品の一つと表現した。ジョルジョーネの影響が否定できない、ベッリーニ最初の作品であり、ベッリーニの画業の最後の段階である色彩の時代の開始を告げるものであった。作品は大きな壁画に設定されており、確立された構成の中での正解和を描いている。聖母子が即位し、創学者の天使が、 階段に4人の聖人が左右対称に配置されている。聖人は首都聖ペテロ、アレクサンドリアの聖カタリナ、セールチア、聖ヒエロニムスである。全体的な構成はサンジョッペ祭壇画などの以前の作品と同様であるが、ベッディーニはアルビーゼ・ビバリーニのバットゥーティ祭壇画に触発された風景のある側面の開口部など、いくつかの新たな要素を導入している。 色彩と光はベッディーニがジョルジョーネの色彩と雰囲気の様式に新たに順応していることを示している。聖母マリアの頭上の卵は想像の象徴であり、おそらくピエロデラ・フランチェスカのブレラ祭壇画から借用されている。その下の紫馬小屋子はアンドレア・マンテーニャのサンゼーノの祭壇画を想起させる。リドルフィー C. デメラビリエデルアルテ、オーバールビートデッキーイラストリーピットリバネティ、イーデッドスタート、アイベニス、P54、オリバリ、マリオリーナ、ジョバンニベリーニ、ピットリデルリーナメント、フローレンス、スカーラ、ISBN88117,099X ハット、オリバリ、マリオリーナ、ジョバンニベリーニ、ピットリデルリーナメント、フローレンス、 スカーラ、ISBN8 億8811万 7099X。オリバリ、マリオリーナ、ジョバンニベリーニ、ピットリゲルデルリーナメント、フローレンス。スカーラ、ISBN8 億8811万 7099X。ありがとうございます。